ごいことに気づいてしまったのだ。何でしょうか。ルビコンにおける弾丸って実は波だったのだ。意味不明ですね。というわけで今回はルビコンにおける弾丸波仮説について考察していこうと思うのだ。とその前にルビコンの距離の単位について明らかにしようと思うのだ。単位メートルでしょう。なんでそんなことがわかるのだ。だって敵をクオンしたら距離がメートルで出るじゃないですか。はあ、高度系とも矛盾ないですよ。いや、Mがマイルの可能性も。そんなわけないでしょう。というわけで単位も分かったところでルビコンの弾丸について考えていくのだ。そもそも弾丸が何とはどのような意味ですか。実はルビコンの弾丸は撃った人がどれだけ速く動いていても一定のスピードで飛んでいくのだ。どういうことですか。例えば時速 100km で弾速 500km のライフルを撃っても弾丸は 600km にならないのだ。速度が加算されないのですか。そうなのだ。分かりやすくするために武器の弾速を遅くして見てみるのだ。実験ですか。今静止状態で弾を撃つとこうなるのだ。まあ普通に進みますよね。しかしアサルトブースト中に撃つと。ああ本当ですね。弾速に機体のスピードが加算されていません。自分の機体が追い越してます。当然横方向のスピードも加算されないのだ。これはすごい不思議ですね。もう普通の弾丸でないことは明らかになってしまったのだ。これはレーザー兵器とかコーラル兵器とかでもそうなのですか。もちろんその通りなのだ。レーザー兵器やコーラル兵器でも同じなのだ。確かに何が挙動していますね。そして当然のごとく発射レートにおけるドップラー効果も観測されるのだ。なんとまずライフルを静止状態で撃った時の弾の軌跡がこちらなのだ。弾のエフェクトが重なっていますね。わかりやすくするために弾速を秒速 10m にしたのでエフェクトがつながっているのがよくわかるのだ。なるほど。そして動きながら撃つとエフェクトがつながらなくなって弾と時の弾がはっきり分かれるのが観測されるのだ。これはわかりやすいですね。2つの撃ち方の弾の軌跡を比べるとよくわかります。発射感覚が変わっていますね。明らかに動いた時は弾と弾の間隔が大きくなっているのだ。そうですね。一応このライフルの着弾の間隔が何秒かを測ってみるのだ。6発が 1.5 秒で着弾したので間隔は 1.56 引く1で割って 0.3 秒なのだ。よって発射レートは 3.33Hz なのだ。ちゃんと武器のステップと一致してますね。やったぜ。次は移動しながら撃った時の発射レートを調べるぜ。遅いですね。弾それな。3発が 6.63 秒で着弾したのだ。つまり発射レートは 0.30Hz なのだ。結構変わりますね。これは弾速と AC の速度から算出した値と完全一致しているのだ。やはり波ですね。ちなみに弾速より機体の速い時に近づきながら撃った場合どうなるのですか。あ、それは簡単なのだ。その場合は着弾の入れ替わりが発生するのだ。じゃあ分母に絶対値がついている感じになるのですかね。ドップラーの式はだと思うのだ。しかしレーザー兵器は電磁波だから波だと納得しても実弾を発射してる武器は何を発射しているのだ。このバンバン撃ってるこいつは何者なのだ。私はレーザーも実弾もコーラル兵器も発射しているものは電磁波だと思います。でも電磁波だとしたらちょっと遅すぎません。光って秒速30万キロメートルじゃないの。遅くなったんでは。光は水の中とかだと遅くなるじゃないですか。屈折とかもそれで起こりますよね。あ、なるほど。でもだとしたら屈折率半端なくない。 LRA の弾速 600m だとしても屈折率は50万ってとんでもない値なのだ。まあ確かに。でもそれは周波数で変化します。多分銃から出てる電磁波の周波数はとても大きいのですよ。なるほど、それならありえるのだ。あ、でも待って、光のスピードはどこから見ても変わらないから、やはり弾は電磁波ではないんじゃないの。アインシュタインが言ってたのだ。 LRA の弾は僕が動くと僕から見て弾速が変わっているように見えるのだ。これは高速度と変に反しているのだ。あ、それは違いますよ。へえ。それは真空中の話を言っているのであって、今は媒質のある話をしています。特殊相対性理論では光の速度 U が媒質の静止系で測られている場合、観測者から見た速度 U' はこの式で与えられます。あ、そうなの。アインシュタインの式ですよ。ふえ。で、この式の U に屈折率の N 分の C を代入するとこうなりますね。それはわかるぞ。で、この式の分母のここを注目してください。いっぱい見てるぞ。今屈折率がものすごく大きいので N はとてもでかいですよね。うん。C も高速なのででかいですよね。V を AC の速度だとしたらこの項はほとんどゼロですよね。 V に比べて C か K のがめちゃでかいからね。ならば分母が1になっている U' はこう表されますよね。分母を消したんだね。そうです。で、この式に U イコール N 分の C を当てると結局こうなりますよね。なんとこの式は LRA の弾速が AC の動きによって変わることを表しているのだ。弾速、AC の速度、また死産が見える実際の速度になっていますよね。だから弾が電磁波だというのは矛盾していないです。
そしてアサルトライフルの弾はおそらく電磁波であると思われます。なるほど。周波数が変わることによってランスクが変わり、ダメージの属性もエネルギーや実弾と変わっていくということか。そう考えるのが自然です。今まで実弾とかエネルギーとかっていうのは全て電磁波の周波数が変わっていたのです。それによってルビコンが大気にいろいろ作用して弾の色とかも変わったのです。これはびっくりなのだ。だとしても屈折率50万はおかしくないのだ。それはそうですが、でもあるじゃないですか、屈折率50万を出してくれそうな物質がルビコンには。まさかコーラルが原因なのだ。その通りですね。おそらくコーラルがある特定の周波数の電磁波でものすごく屈折率を上げる力があるのですよ。可視光とか赤外線とかは影響がないですけど、とても高い周波数の時にとても大きくなるのです。だから問題なく景色は見えるけど、武器が放つ電磁波は影響を受けてしまうのです。だからルビコンの弾は遅いのみになるのです。また完璧な結論が出てしまったのだ。ベタマテイアルは実在したのですね。弾丸波仮説は弾丸イコール電磁波で決着したのだ。あれでも中断した時の挙動は明らかに光じゃないような。それはゲームなんだから深く考えてはいけないのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいのだ。